実は青猿というね、埼玉県一レベルの低いスクールに遊びに来てありがとうございます。まあ、マッティもちょっと今見ていただいてましたけども、まあ、ボールだけではなくてね、縄跳び、フリスビー、カラーコー、メガホンまであるというね。聞いてますか、常連の方遅れてきたくせに。確かに確かに。お待って協力的でない。お待って、高いんですよ、これ。なすごいお客さんだな。生徒してきた。そう、まあいいや。今日はですね、2時間初めてのお客さん、今日ゆきさん遊びに来てくれます。おはようございます。おはようございます。大丈夫です、大丈夫。そんなゆきさんも今日楽しんでもらえるような2時間プログラムバッチリ組んできましたので、一緒に楽しんでいきましょう。前回運営者が目隠しされながら、怪しいプレーをさせられてる。そんなのあったね。スクールらしからぬ、プレーもありました。はい、今日もね、フットサルらしからぬ、今日もテーマを発表したいと思います。前回大女優っていうテーマでしたが、あ、今回のテーマは、僕の地元の後輩でダシオ君っていう選手がいる。え、はい、ダシオ君はなんと、今月より県リーガーになりました。いや、はい、近い。いや、いや、そんなそんな競技志向のダシオ君がレベルの一番低いスクールに遊びに来ていただけるってことは、クソみたいな、クソみたいなスクールに。クソって言わない、クソって言わない。絶対ね、そういうこうみんなに会いたいとか、そういう目的だと思うんですよ。もうすごくなんか今日ダシオが久々に帰ってきてくれたのがすごく嬉しいので、レジェンド、そう、今発表します。お、今日のテーマ、ダシオ対佐世。イエーイ、イエーイ。今日はもう男性4名、女性6名のエントリー、合計10名のエントリーなんですよ。なので、もう僕のがやる45分間のアッパーもずーっとパツンと2チームに分けた、佐世チーム対ダシオチームに分けた。わー、なんだ、余裕じゃねえか。なんか不戦勝みたいな。ケンディが怖いよ。で、いろんなゲーム持ってきたので、まあ、勝ったチームにはちょっと僕ギャツビの汗拭き、こういうなんつうのスースーするやつ一応持ってきたんで。あれだな、パンフレットやかましいわ。言うな、分かってるから言うな。言うな言うな。じゃあ粗品も準備してますのでね、ちょっとハッサンからユキさんをね、うまく、楽しんでいただきながら、ダッシュ対させっていう今日はテーマでいきたいと思います。じゃあまずはいつもやってるおの鉄板メニュー、これを